皆さんこんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2024年8月28日水曜日、仮想通貨草コイン中野研究会。毎日暑い日が続きますが、皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。まあ、テレビつけるとね、もう台風で大変なことになってるよってことでね、鹿児島とか九州とかね、あっちの方では風でね、いろんなものが飛んでいっちゃったと。まあそういうことでございますね。もう少しで九州に上陸すると。鹿児島とかね、ってちょっと待ってよって、1週間前からやってないってことでですね、足踏みしてるのかなと。ずいぶんスピードが遅くなっちゃって、まあ、力は巨大だしね、すごい低気圧なのにね、ノロノロ運転なんですよね。同じとこずっといるんですよね。やばいよ本当に。今までです一番大きい台風だって、伊勢湾台風で大きいのかな。いや、ついに私が住んでる松戸もやられてしまうのかなと思うところですね。はい、で今日のお題目ですが、台風被害注意ということでね。まあ昨日なんかね、関東とかに大雨降りましたしね、昨日とか先週も降ってたし、新幹線も止まってましたよね、東海道新幹線ね。あ、これはまだ1週間ぐらい続くのかな。なんか今週まだ水曜日ですけどね、なんか関東には来週来るって言ってますからね、どうなってんのとこれって感じですね。はい、あとドル円なんですね。まあ一個一個やっていきましょうか。ドル円はね、もう下りに入ったって感じですね。はい、ちょっととぼけてますが、この動画ね、撮影もう久しぶりですね。久しぶりになっちゃいました、すいませんでした。あっという間にね、パリオリンピックも終わってしまって、寂しい思いをしてたんですけど、それと同時に高校野球もね終わってしまってね、甲子園野球もね、あっという間でしたね。で最後ね、関東一高が負けたんですよね。もう負けて結構ご結構なんですけども、関東一高ってね、僕が高校生の頃できたのかな、その前からあったと思うんですけど、大バカでね、バカの中のバカが行くって感じでしたね。偏差値20ぐらいの人が行くって感じだったから、本当に長嶋茂雄のようにさ、名前書けば合格っていう高校なんだよね、関東一高ってね。私立でね、まあ、今もそうかもしれないけどね、まあ、それでも野球は上達しましたね。今から20年前ぐらいかな、一回ね、2回ぐらい甲子園行ったんだよね。1回ね、負けたりしてたんだけど。あ、1回じゃねえよ。あ、そうだ、あれも決勝戦まで行ったんだ。それで負けたんですよね。で、今回優勝したらつってなったんだけど、まあそこはね、2回目で優勝させるような高校じゃダメですよ。もっと努力しないとね、何十年もね。50年も60年もやって、それでようやく僕が優勝するとね、そんな感じじゃないとダメですよ、まだね。だとまあだから江戸川区とかね、葛飾区の方ですよね。葛飾区か江戸川区か、まあ、僕もね、小岩高校ってとこ行ってて、関東一高が近かったんですけどね、まあ近いけど、まあ、合わないですから、合ってないですけどね、何もね。あと、まあ、今松戸に住んでますけど、
専修大附属松戸高校っていうのがあるんですよね。仙台松戸っていうのがね、僕の住んでる近くにあるんですよ、高校が。そこがね、最近出てますよね、甲子園ね。今年は出なかったですけど、そこは頭が良くてね、偏差値72ぐらいあるんですよね。で、私立なんですよ、そこもね。専修大学附属なんで。まあ、専修大学っていうところはあんまり良くないんだよね、東京ではね。専修大学の偏差値は多分45ぐらいだと思うんですけど、専修大学行っても就職できるか分かんないですね。日東駒線だからね。まあ、それで、まあ、それの附属高校でね、まあ、こうじゃあ、まあ、仙台松戸高校出たからっつって、その専修大学行くかっつったら、一人も行かないですよね。はい、だって、もっと東大とかね、東大、京大、一橋とか狙ってますよ、みんな。まあ、大体東北大学とかね、北海道大学とか、まあ、かつての帝国大学がありますね。東大、京大、一橋はちょっと入れないかもね。偏差値72だからね。偏差値に80ぐらいあって、ようやく一橋ぐらいかな。85で東大ぐらいかな。東大とか、あと医学部だね。いろんな国立大学からね。医学部あると思いますよ。まあ、そのぐらいね、偏差値72って言ったら、僕の後輩が行っても行きましたけどね。仙台松戸ね。同じ塾行っててですね、随分後に入ってきたんですよね。で、まあ、中学は同じクラスでね、塾のテキストよく持ってて、わかんないって言ってて、もう僕は分かってたからね、全部教えてあげたんですよ。で、これどうやって、こういう問題が出たらどうやって解いたらいいのとかね、英語とかね、言われたんで、一旦訳してみればいいじゃん。したら、ね、こういう使い方しかないんだから、すぐ解けるじゃん。したら、そっかーとか言ってね、じゃあ数学はこれどういうふうに解いたらいいのってさ、こういうふうに解くしかないじゃんって、他に何かあるっつって。で、こういうふうに解いて、解ければそれでいいし、解けなければ、他の方法はないよ、この場合はね、つって、ね。俺も何度も やってみたんだよ、つって。あ、そっか、つってね。随分感謝されましたよ。で、そいつは、塾、最初は僕よりも随分下のクラスだったんだけどね。塾で中学2年生かな。小沢進学教室っていうね、金町っていう、駅の近くでしたけど、途中で抜かされましたね、3年生の時ね、中学3年生の時。僕より、あ、僕より1個上行ってましたね。A1 か、SA2 行ってましたね。僕はその1個下でしたけどね。で、僕も、仙台松戸、偏差値72はなかったかもしれないね。偏差値67ぐらいだったかな。だからちょっと入れなかったと思いますね。はい、友達は、友達というか、後輩は、友達か。下克上した友達は入ってましたね。嫌になっちゃいましたね。本当にね。で、本当はね、私立じゃなくて公立、東京都立に入りたいわけですよ、みんな。都立高校にね。で、僕たちが住んでる葛飾区は第6学区だから、一番いいのは両国高校なんですよね。両国国技館が、相撲取りの国技館があるね。両国高校なんですよね。で、ほとんどは SA1 に、同じ塾にいるね、友達はみんな受かってるわけですよね。あとは、開成高校に行きたいわけですよね。開成高校ね。はい、開成高校、開成中学落ちたやつも開成高校行ったりしますけどね。それで、1位は開成、2位は、ずいぶん落ちて、偏差値71ぐらいかな。両国高校、しぶしぶ入るわけですけども、開成入れないね、なかなかね。頭いいね、あそこは本当東大みたいな感じで。すでに入れないって感じですね。で、みんなしぶしぶ、両国高校入るんですけど、
僕の、下克上してね、後輩は、入れなくて、両国高校入れなくてね、専大松戸行ってました。でも、今、どこ行ってるんですかね。大学どこ行ったか知りませんけども、東京の大学だと思いますね、多分ね。早稲田とか、慶応だと思いますけど、早稲田かな。大体、東大狙って入れなければ早稲田ですからね。明治なんか行かないもんね。バカバカしいもんね、明治なんかね。はい、そういうことでね、次行きましょうか。これね、ドル円なんですけど、ドル円のこれ、月足。ね、ワン、ツー、スリーって言ったもんね。3回で終わりですからね。で、ここが、スタートが、これ、バイデン大統領が就任した日ですよね。ここから、ギューンって言って、バカげですよ。で、3回行ったんで、もう下りっていうふうに捉えた方がよかったね、本当にね。で、ここに S 入れとけば間違いないですよ、もう。161円、マックスね。おめでとうございます、そうですね。で、これ、週足ですが、75移動平均線で、反発なんかしたりしたけどね、ちょっとここまで行って反発したけど、やっぱり下ですよ、つって、これ、どん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 って下来てますね。75ですね、こういうとこ、75で反発。ね。これ最初の1回目が来て、2回反発して、3回目ですね、これね。で、これもう、ストーンと落ちてるから。こう下ですね、75移動平均線を下回ったらもう下です。で、これ、ね、これ120ですよね。で、これも反発してますけど、ちょっと今週中にはこういっちゃいしたりね。200ですね、次で。この間はストーンと落ちますね。で、ここでちょっと反発して、でも下、みたいな感じですね。はい、そうね、これね、大きかったよ、これ。ボヨーンっつったけど、結局したいですね、これね。4時間、1時間。こういうとこね、1時間足ですけど、ここ頭ピンバー出てますよね、これね。逆見ると、75移動平均線で、サポートされて上行ってるって感じですけど、これ。ピンバー出て、下来たと。で、これピンバー出て、下来たと。逆、これひっくり返すと、サポートされたって感じですね。これは、120移動平均線ですね。ピンバー出てると、これもピンバー出てますよね。これは200移動平均線でピンバー出てます。で、これ、ピンバー出てるんで、これずーっと来ますよね。ぐーってね。下に来ます。はい。先週とかね、結構、横横が続いたんでね、結構儲かってないかなと思ったんですけど、今日、収支見たら、結構儲かってたみたいでね、良かったです。はい。クレジットカード決済。クレジットカード入金するんだけどね。クレジットカードのショッピング枠で入金するんですよ。キャッシュを。不思議だよね。楽だよね。で、金利かかんないんですよね。金利はショッピング枠の金利がかかるね。だから、一月で返すなら無料。大体2回まで金利かかんないよね。2回払いまでね、金利かかんないですよね。現金借りてんですよ。現金借りてんだけど、金利かかんないです。2ヶ月まではね。で、3ヶ月目どうするかで、ちょっとかかってくるよね。で、もちろん、後払い、なんだっけ、後にするとね、どん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 ちょっと金利がね、増えていっちゃいますよね。
まあだから早く払っちゃった方がいいですね、現金ね。僕もその1万円ずつね、XM に入金して、で、1万円でね、2万買って、1万円はクレジットカードに戻して、で、1万円は、銀行のね、日本の銀行に入金するというようにしてるんですよね。だから1万円で2万円、1万円を2万円にしないといけないね、まずね。1万円を減ってくるときもあるからね。9000、8000、7000、6000で減ってきて、3000ぐらいになっちゃって、ああ、大変だなと思いながら、ようやく1万円戻るじゃないですか。一生懸命やって。で、そっからだからね、またね。そこがゼロだから、1万円がゼロだから。1万円になって、クレジットカードに戻しても、しょうがないからね。一生懸命頑張って。お駄賃ゼロだからね。だから大変じゃ、負けたら大変ですよね。負けたら大変。だから、負けたら大変なんだけど、そう簡単にも負けないんだよね、FX ってね。そう何回も何回も連続では負けないんですよ。勝っちゃうんだよね。だって上か下かしかないんだもんだって。でも戻ってくるしね、ずっと持ってるとね。欲張んなければ戻ってくるから、パーンってパンクしないからさ。だから上入れたって下入れたってさ、儲かるんだよね。持ってるよね。ドル円って結局南極ね。その代わりまあ、あんまり払わないことですね。1万円しか入れてないのにさ、ね、2万通貨も5万通貨も入れないことですね、やっぱりね。まあ、そうすると帰ってくるからね。これだったらさ、今700、現金が725円。クレジットが351円。まあ、だいたい、合計で1100円ぐらいしか入ってないのに、3000通貨入ってるからね。3000通貨も入ってて、今600、700円ぐらい利益ですね。だから1000円で700円の利益ですよ。すごくない？だいたい2倍ぐらいにしちゃうんですよ。あっという間に。だからね、1万円もあっという間に2万円になっちゃうんですよね。半日もかんないうちにね。で、それを、まあ、コロ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 回してもいいしね、複利で回すと、1万円で1万が2万になって、2万が4万になって、4万が8万になってっていうのが午前中にいけちゃうわけですよね。で、午後はもう少し、ちょっとコロコロやってみるかと言って、8万が16万になって、16万が32万になって、そろそろしびれてきてやめようかなってたわけですね。まあでもそんな 本当はそんなうまくいかなくて、まあ1万が32万にはならないですね、1日ね。まあ大体 まあ4万円ぐらいかな。4万が20万ぐらいになるのはあるかもね。5倍だからね。なんだっけ？何の話？ドル円はだから、月足見ないとね、月足。下だね。だから、前回底値があるでしょ、ここですよね。前回底値。ここ、明確に底抜けたら、そうですよね。まあ、先行き悪いからね、景気がね、アメリカも、ヨーロッパもね、中国なんかも悪いから、ちょっとどうなるかわかんないですけど、本当はふわふわ行きたいけど、まあふわふわ行くやろうね。このズボンってのはないからさ、ふわーって感じです。まあこんな感じじゃないですかね。同じ傾斜を描くんじゃないですかね。
フワちゃん、はい、いいと思いますよ。はい、次にですね、仮想通貨ですね。さて、仮想通貨どうかなと。最近見たくなかったですね。859万ですね。あ、だいぶ落ちてますね。一瞬ここまで落ちてるのね、700万までね。700万。860万か。すっげえですね。ああ、落ちてきたんだね、これね。落ちてきてますね。ああ、ダメですね。ちょっと元気ないですね。お、雲出てるね。上昇気流ですね、一応ね。小文字文字。1ヶ月、1週間。1週間、2週間、3週間。あと1ヶ月半、あと1ヶ月半ですね。まあだから10月になると上がりますね。10月頭ぐらいですね。まあ、9月終わりか10月頭に上がってきますね。大丈夫そうですね、これね。大丈夫ですね、これね。はい、大丈夫です。あ、よかったですね、これね。あの、ビットコイン、10月頭、9月の終わりから、10月頭に上がってくるね、これね、2000万ぐらいね。あ、イーサリアムすごい下がってるね。35万6千円。カルダの50円。リップル82円か。厳しくなったな。同時14円。はい、結構です。仮想通貨。あと、4番、競馬車上生活っつって、これ YouTuber ね。YouTuber です。面白いね、これね。YouTuber でね。競馬、車上生活。競馬、車上生活。競馬でね、もともとね、競馬、関係 の、 新聞記者やってたんだけど、30歳ぐらいで辞めて、このキャンピングカー買って、日本中の競馬場を回ってですね、ギャンブル生活やってると。ギャンブラー生活でね。で、毎週のこのチャンネル登録者数を元本にしてね、だ今8万4400人だから、今週は8万4400円かけますと。ね、8万4400円かけて、それでいくらになるか。まあもちろんゼロの週もあるわけですよね。ただね、やっぱりね、新聞記者やってたからね、競馬の。うまいんだよね。結構
結構勝つんだ、こいつ。それで、まあ土日じゃないですか、競馬って。だから、木曜日と金曜日は、競馬新聞買って、丸2日間、朝から晩まで、このキャンピングカーの中で、予想を当てするんだよね。で、まあ、土曜日も日曜日もさ、競馬いっぱいやってるじゃない、朝から晩まで10レースぐらい。だから、ね、2日間で20レース当てなくちゃいけないから、すごい時間かかるって言ってたね。競馬新聞見ながらね。それで、よし、できたーっつってさ。で、こう、火炊いてね、肉焼いたりして食ったりしてですよ。で、まあ、本当悠々自適のね、生活、もう4年やってんだって、これ。丸4年やってて、で、暑いとか言ってさ、北海道行ったりね。まあ、別にさ、競馬なんて別にネットでも買えるしね、スマホでも買えるし、日本中どこに行っても買えるじゃないですか。場外馬券場とかあるし、インターネット馬券もあるでしょ。どこで行ってもいいんだけど、一応こう、競馬場の近くまで行ってみるっていうね。で、それも何周かしてんだよね。もう日本一周ね。2周ぐらいしてんのかな。で、途中でさ、お母さんが来たりね。妹とね、キャンピング行ったりね、したりしてですね。ほんで、結構勝っててさ、まあ、4万とかね、5万を、毎週ね、土日で4万、5万使ってんだけど、20万とか30万勝つんだよね。で、どんどんお金増えていってさ、で、それで、なんかご飯とか食べて生活してるとか言って、で、夢の新しいキャンピングカー買うんだとか言って、で、お金に目がついたから注文しちゃったとか言ってさ、1000万ですよ。次の。今この小さいでね、軽自動車のキャンピングカー。で、次はこれですよね。でですね、はい、次、完成時期なんですけど。新しいさ、有名な YouTube プレミアムなら、キャンピングカーっつって、1000万。1000万するやつ注文して買っちゃったっつって言ってましたね。ああ、これで楽になるっつって、広くなるっつってましたけど、いやー、なんかもう人生ね、結婚もしないとか言ってたね。自分一人で遊びまくるって言ってたけど、意外とね、俺、FX もいいけど、競馬って結構食っていけるんだなと思ったね。競馬でさ、人生狂っちゃった人もいっぱいいるけどさ、競馬とかね、パチンコ、パチプロ。じゃあさ、パチンコスロットのさ、プロっているわけじゃない。あれで食ってる人。俺なんか何人も見たけど、何人もお会いして一緒に飲みましたけど。まあそういう世界もあるわけだから、まあそしてね、FX とか株で食ってる人も山ほどいるわけじゃない。それ仕事にしてる人もいれば、野村総研とかね、大和証券とか、証券会社とか銀行のトレーダーとかね、投資銀行とかさ、まあ商社なんかもそうだけど、トレードしてるわけじゃない。ね、株とかさ、債券とか、通貨をトレードしてさ、で、そのまま仕事にしてるわけですね、大企業だね。で、個人でやってる人は個人トレーダーでさ、まあ立派な、まあ投資家じゃないですよね、トレーダーなんですよね。立派な大企業の仕事なんですよね。この FX っていうのもね、FX っていうのも、その株もそうですよ。だこれは誇れるんだよね、FX ってね。で、パチプロはなんか誇れないような気もしないでもないけど、ただ食ってればさ、5年も10年もね、安定して食ってれば、俺は誇れると思うんだよね。誰もできないことをやってると。一旦理覚しとくか、これは。
7100いっちゃったからね。もうクレジットボーナスと合わせて倍になっちゃってるから、これね、ちょっと危ないからさ、これはね。ね、金額。これね、さっきね、出金しちゃったんですよね。出金して200円ぐらいになっちゃったんですよ。でそこからまた増やしてるんですけど、FX ってね、これいいよ、これ。上か下かしかねえんだけど、ないんだもん。で、あんまりよ、かけなければ戻ってくるからね。だからパンクしないんですよね。大体は儲かるよ、普通の人だな。FX だね、普通の人だな。さあ、1000円あれば、1000円あれば1日3000円なんじゃない？ 2000 円儲かるよね。だってその1000円が取られるわけじゃないからね。だから3000円あればさ、6000円儲かるよね。で、6000円20日やればさ、12万になるじゃん。で、そっから5万やればさ、1日10万儲かるからね。で、20日やれば200万になるじゃん。200万のうちそっから50万出せば1日100万になるじゃん。ね。1日100万で1月に2000万になるじゃん。そう考えると、そう、何ヶ月もないんだよ。1年もいかないんだよ。億万長者になるのって、フェイクスって、だって好きな車なんて毎日買えるんだよ。あ、今日はプリウス買おうかなとかさ、あ、飽きたなとか、セルシオ買おうとか、セルシオじゃなくて、あ、ポルシェ買おうかなとかさ、フェラーリ買おうかなとか、車もだんだん飽きてくるからさ、今度あのクルーザー買おうかなとか、クルーザーでも海めんどくせえな行くのっつって。ヘリコプターにしようとかさ、ヘリコプターね、アメリカ行ってさ、免許取ってね。ただ飛行場に置いておくとさ、府中の飛行場に置いておくとお金かかるんだぜ。やっぱりヘリコプターもいらねえやってなってさ、じゃあやっぱり車かなとかなるわけだよね。ハーレーダビッドソンがいいかなとかさ、車しかないな、じゃあ Nボックス でいいやってなって、結局さ、いらないんだ何にもね。時計もいらないしさ、豪華なお洋服だってさ、雨に濡れたりね、汗かけばさ臭くなっちゃうしさ、洗濯出すとポロポロになって帰ってきてね、うわーっつってね、そこら辺の洗濯やクリーニング屋出したってわかんないから、生地がね、だからボロボロになっちゃいました、すいませんっつってさ、弁償しろっつったって30万も50万もね、シャネルとかさ、ディオールとかね、アルマーニとかのスーツ弁償させられるかって、させられないですよ。ね、誰々ちゃんと同じお父ちゃんのとこでさ、ね、小学生の友達と同じとこのお父ちゃんがね、やっちゃいましたっつって、ゆうちゃんごめんね、ゆうちゃんごめんねっつって、ああ、いいよいいよ、いらねえこんなのっつって、それが言えるのも FX ですよ。はしたがりですから、はしたがりだからね。いいんだよ、こんなのっつって。手間かけたなっつってさ、プラス30万ぐらい渡せるぐらいのさ、度量がないと、そんなもう、そんなね、ものを着ちゃいけない、そもそも。ね、一発でさ、ボロボロになっちゃうのもね、スーツ着てね、ブイブイ言ったところでさ、誰になるのって話。喧嘩してもしょうがないでしょ。ね、悩ましちゃってごめんねっつって。これでうまいものでも食ってくれよっつってさ、30万も渡してね、ポーンと落として、これで子供に甘い玉の一つでも買ってやれよっつって、じゃあなってね、消えるぐらいの度量がないとさ、そのアルマーニも来ちゃいけないよな。うん、そう、なんかエルメス買ってね、バーキン買ってさ、修理出したらボロボロに壊れて帰ってきてね、すいませんでしたって、許してくださいって言ってるのに許さないね。
そんなバーキン持つ努力資格はありません。で、修理出したけど壊れちゃいました、直せませんって言って、ああいいのよこんなものなんだからって、こんなものなんてねいずれぶっ壊れちゃうんだからポーンって捨てちゃってさ、で、そんな謝ることなんかないのよ、こんなものなんていくらでも買えるんだからってさ、あ気もまして悪かったねって100万でも200万でもその場で渡してね、これで帰りにあんみつでも食べて気戻してよってさ、私のことなんて大したね貧乏になんながらさ気にすることないよって、それでこそバーキンを持つに値するね度量があるわけですよ。そうなるためにもやっぱり FX 頑張らないといけない。 FX をね自分の家業だと思ってさ真剣に頑張らないといけないですよ。やっぱりね真剣じゃないから FX でも分かんないね、ギャンブルだね、やめた方がいいねってなっちゃうわけ。でも俺みたいにこうやってねわずか1836円、でさっき200円しかなかったんだよ、ここどん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 増えていくでしょ。でこれ複利で増えるからあっという間に1万5万10万100万1000万1億10億100億1000億っていくわけですよ。ね、で俺もね、例えば皆さんね貯金通帳に100億円あったらどうするの。もうやんない人もいると思うけどさ、100億あったらね一生使い切れないからね、毎月車買ってもダメだからね、車もう飽きちゃうから NBOX でいいやってなっちゃう。まあ大体まあでも NBOX いい車だよね。まあ大体ノアぐらいだね、大きいの、大きいのってね飽きるんですよね。だからあのベルファイオとかね、あのトヨタのね大きい車あるけど、あんなの細い道通れないからね、一人でいつも乗ってんのに何だろう、7人乗り8人乗りなんだってなっちゃうから、それだったらノアとかボクシーの方がいいでしょ。あのぐらいで勘弁こけまらですよね。でこの人は、まあ、今34歳ぐらいかな、まああのギャンブラー、競馬ギャンブラー、社長生活でやってますけど、競馬のライフ、競馬しながら軽キャンピングカー生活っつってね、あのまあ男だからやってないよね、女の子は大変だよね、セキュリティの問題もあるしね、女の子でも日本一周してる人いっぱいいるみたいですけどね、まあ大変ですよ。男はね近寄りがたいね、こんな怪しいもんね、こんなキャンピングカー乗ってる人なんか怪しくて声かけられないですよね。はい、で最後に、ああギャンブルで食べていく自慢か。まあ僕はねあの FX いいと思う。まあ先週も結構負けたなって、先週かあの結構負けたなって反省してたんだけど、クレジットカードではそんな請求来てなかったんだよね。逆にマイナス請求でさ、勝ってたよね。で、一生懸命やればさ、FX って普通の労働と結構似てるとこがあって、一生懸命やって、まあ最初は負け続けてね、熱くなるんだけど、熱くなってさらに負け込むんだけどね、まあ、それが喉元通り過ぎると自分が戻ってくるんですよね。我に返ってきて何くそって言ってね、ひょっとして待てよってゆっくりなって一晩寝て、まあ相場を追いかけるんじゃなくて、
相場を狙い撃ちする、今度こっちから、相場を追いかけると熱くなるんだよね、騙されちゃうんですよ。だからこっちから今度上来るんじゃないか、今度下来るんじゃないか、で上来たらこういう対策しようと、でここで損切り、ここで利確、下来たらこうしようと、で両立てしたり、両立て作戦もありだよね。その仕掛けを作っておくわけよ。でポイントがあるからね、あの移動平均線がね。そうするとさ、移動平均線に陰性したとき、まあ、こういうところがね、下だとか上だとか上来ちゃったら、じゃあこう仕掛け入れて、下来たらこう仕掛け入れると。両方損切り入れて、両方利確入れとけば。両方損切り入れてね、両方損切り、利確入れとけば必ず勝つでしょう。それやっとけばいいだけなんですよね。よく考えるとそうなんですよね。必ず勝つんですよね、 FX でね、必ず勝つんです。はい、でよく考えないから、あと一歩なんですよ。あと一歩よく考えれば、そうだな、ふうに落ちるんだけど、あと一歩考えないんだよね、みんなね。流されちゃうんですよね、熱くなってね。それで負けるんだよ、もったいないよね。それでやめちゃったりさ、借金抱えて、自己破産する人多いよね。YouTuber もね、自己破産して、あと一生懸命働いてね。返してる人もいるしね、もったいないと思いますけどね。だからさっきの競馬ギャンブル車上生活の人も、毎週ね4万5万でギャンブル資金やってますけど、わずかそんだけだけど、1日10レースあるからね、でコロコロ回して増えるんだよね。1日20万ぐらいになるんだよね、2万円がね。で2日で40万ぐらいになるんですよね。でそこからまたガソリン代払ったりさ、飯代払ったり、あとまあ YouTube の視聴料で少し食ったりしてんだろうけども、まあ頑張ってますよね。意外とね、意外と俺はパチンコパチスロー、まあ、安定して食っていけるんだけど、まあギャンブルと言われている、まあ、競馬、まあ、競馬はね昔からね食っていけるって言われてるんですよね。一発万馬券狙わなければ、副賞でね 1.1倍とか 1.05 倍とかを、ね、狙っていけば、それを転がしていけばね、福利で転がしていけば強いから、で万馬券狙っちゃダメですよ。大体破産するのは万馬券、 FX もそう、破産するのは何ていうの、縦玉が大きい人ね、いわゆるレバレッジが大きい人ね、一発で破産するよね。FX は食っていけるよね、完全にね。競馬と一緒でね。あとは、パチンコパチスロと一緒でね。完全に FX は食っていけますね。だって食っていってる人いっぱいいるんだもん、FX で。で、億万長者もいっぱいいるしね。マンション住んでたりさ、フェラーリ乗ってたりさ、預貯資金もいっぱいある人もいっぱいいる。あんで、お金がね、その有り余っちゃってしょうがないから、ビル買って不動産投資したりね、そういう人もいるし、何でもありですよね。はい、ということで、ギャンブルで食べていくには意外と食っていけるのが FX だと
いうふうに思ってください。それでは今日はどうもありがとうございました。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。